ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私、トラ中になっちゃったみたい。なんだ、トラ中って。パラドックス中毒の役だよ。死刑囚のパラドックスや、無限ホテルのパラドックスを教えてもらって、自分でもパラドックスばかり探しているんだ。そりゃあ、立派な、パラ中だな。じゃあ、今日はそんなパラ中の霊夢に、一食いワニのパラドックスを教えてあげよう。また面白そうな、お願いします。まずは、一食いワニのパラドックスについてゆっくり説明するから、どこがパラドックスになっているか心して聞いてくれよ。イエッサー。ある日、エジプトのナイル川のほとりを若い母親が自分の幼い子供を連れて歩いていた。そこに一匹の一食いワニがやってきて、なんとその子を連れ去ったのだ。子を連れ去られた母親は一食いワニに泣きながら懇願する。一食いワニさん、お願いだから私の子を食べないでください。うまそうな子じゃのう。わっはっはっは。頼みます、この通りです、その子を返してください。そこまで言うのなら、わしがこれからすることを当ててみろ。もし見事当てられたら子供はお前に返してやろう。ただし、もし外れたら子供は美味しくいただくとする。めちゃめちゃ簡単な問題だよね。だって、相手は一食いワニだよ。答えは一つだよね。だよな。そこで母親はこう答えた。一食いワニさん、あなたはこれから私の子を食べようとしていますね。正解だ、クソ。ああ、よかったよかった。ほっとした。それでどうなったの？一食いワニのパラドックスのお話はこれで終わりだ。一体どこがパラドックスになっているの？気づかないか、ワニが母親に言ったセリフ、覚えているか。確か、これから自分が何をするのか当てられたら子供を返す。でも外れたら子供を食べるだよね。そうだな、その結果は。母親が見事正解したから子供を返すことになるんだよね。でも母親はワニが何をするって言ったんだっけ。子供を食べるって言ったよね。じゃあワニは子供を食べているか。いや、食べてないよね。でも子供を食べてないってことは母親の言った、子供を食べるって予想が外れる。ということは、母親の予想は外れたから、約束通りワニは子供を食べてよいってこと。だな、でもワニが子供を食べるとすると。ワニが子供を食べると、食べるって予想した母親の答えが正解になるから、ワニは子供を返さなければならない。でも、そうすると母親の予想とは矛盾するから、ワニは子供を食べなければならない。するとどうなる？あれ？どういうこと？無限ループだよ。そうだ。これが一食いワニのパラドックスなんだぜ。なんだかこれぞパラドックスって感じだね。あ、でも、逆にワニが子供を食べるつもりがなければ。良い質問だな。母親は同じように子供を食べると予想しても、ワニは食べるつもりがないとする。この場合母親の、子供を食べるという予想は外れになるな。だから、ワニは子供を食べようとする。しかし、ワニははっと気づくんだ。俺がやろうとしていることは母親の答え通りだ、と。あ、そっか、母親の答えは正解だから、ワニは子供を返してあげなければならないよねー。でも、そうなると母親の答えとまた矛盾してしまい、って感じでまた無限ループっていうことか。そういうことだな。つまり母親が、あなたは子供を食べるでしょうと答えた場合、一食いワニは子供を食べることも食べないこともできないわけだ。じゃあ、母親が、あなたは心根の良いワニさんだから、私の子供を助けてくれようとしていますね、と言えばいいんじゃないかな。つまり子供を食べないという予想ってことだな。その場合、ワニが子供を食べようとしていると母親の答えは外れだから、普通にワニは子供を食べることになるな。でもさ、もし本当にワニが子供を助けようとしてくれている場合は母親の答えは正解だから、ワニは子供を母親の元に返すことになるね。つまり、一食いワニといえども、相手を疑ったらダメってことなんじゃないかな。霊夢、うまくまとめようとしてるな。確かにそれだとパラドックスにはならないな。でも、だからこそ、これは、一食いワニのパラドックスなんだぜ。あ、一食いワニ、そうでした。パラドックスをなんとかねじ伏せてやろうと純粋なワニさんを生み出してすみません。何日後かに死ぬワニくらい汚くて良いんだぜ。このパラドックスは、不思議の国のアリスの作者であるルイス・キャロルによって発表されたんだが、この手のパラドックスは、自己言及のパラドックスまたは、嘘つきのパラドックスと呼ばれ、その歴史は古いんだぜ。嘘つきのパラドックス。そうだぜ。今日の動画はパラドックス一つでは終わらないぜ。ここからは似ているパラドックスと面白い例をサクッといろいろ挙げていくぜ。じゃあまずわかりやすい例を挙げよう。旧約聖書の詩編にこんな言葉がある。人は皆嘘つきだ。きっとこの言葉を書いた人は嫌な目にあったんだろうね。そうかもしれないな。
じゃあ、この、人は皆嘘つきだが真実だとしよう。ふむふむ。そうなると、人は皆嘘つきだからこのセリフを言った本人も嘘つきになるよな。あ、そっか。言った人によると、人は皆嘘つきになるもんね。じゃあ、人は皆嘘つきというのは結局嘘ということだな。つまり、人は皆嘘つきを真実とした前提と矛盾することになる。だんだん頭が混乱してきた。大丈夫、簡単だぜ。じゃあ逆を考えてみよう。人は皆嘘つきだと言った本人が嘘つきだとしよう。じゃあ、人は皆嘘つきって言った人が嘘つきだから。あ、そうなると、人は皆嘘つきは間違いになるのか。そうだ、つまり、極端に言えば、人は嘘を言わないということになるよな。そこには当然この言葉を発した本人も含まれている。じゃあそうなると最初の前提である、言った本人は嘘つきと矛盾する。これが、人は皆嘘つきだの矛盾だぜ。でも、これはあまりに極端だよ。嘘つきって言ったって24時間嘘ばかりついている人はいないもん。まあ、そうだな。でも、この例から、嘘つきのパラドックスを、自己言及のパラドックスともいう理由がわかったか。自己言及ってことは自分を含めて、人は皆嘘つきと言っているから、そう呼ぶのか。なんか、トンチみたいだねー。面白いよな。他の自己言及のパラドックスには、張り紙貼るべからずと書かれて貼られている張り紙や、落書き禁止の壁に、落書き禁止と書くことの矛盾もあるな。ふむふむ。日常生活の中では、へりくついうなようで片付けちゃうんだろうけど、学問の世界ではそうはいかないんだろうねー。そういうことだ。何より面白いのがこの自己言及のパラドックス解決のために尽力した偉大な学者がバートランド・ラッセルさんだ。解決方法の前に、まず彼が考案した簡単な面白いパラドックスをわかりやすく説明してみるぜ。お願いします。これは有名な、床屋のパラドックスという話だ。ある片田舎の村。この田舎には床屋は一軒しかない。その床屋の主人は頑固者で、自分に一つの厳格なルールを課している。それは、自分で髭を剃らない村人の髭は俺が全部剃ってやる。でも、自分で髭を剃る村人の髭は絶対に剃ってやらないぜ。ふーん、またどうしてこんなルールを課したのかな。髭剃りにすごくこだわりがあって、自分で髭を剃る人にはその素晴らしさを経験させてあげないってことかな。いやな、でも自分で髭剃る人の髭を剃ってあげたら、わ、だからこの髭剃りだぜって感動して、とても感動するかもしれないもんね。霊夢、お前の想像力は豊かだな。でも、そこは要点じゃないぜ。じゃあ、問題だ。この床屋の主人の髭は一体誰が剃るんだ。そりゃあ、自分で剃るのが筋でしょう。床屋なんだから。あれ、でも、自分で剃る人のヒゲは剃らないのが、この主人の主義、矛盾するね。じゃあ、逆に自分では剃らないことにするとどうなる？自分では剃らない人のヒゲは全部剃ってやるっていうのが主人のルールだからやっぱり矛盾するね。わーん、なんでこんなややこしい話考えるの？これがパラドックスだぜ。って言って私たちだったらこれ以上考えるのをやめるかもしれないが、ラッセルさんは違ったんだ。このパラドックスをなんとか解決できないかと、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドという数学者と一緒に全3巻からなる、プリンピア・マテマティカという一般人が読んだら1分でサジを投げて枕にしてしまうような本を書いたんだぜ。もうプリンなんとかの本の名前忘れたよ。一生縁がなさそうだな。それでラッセルさんは自己矛盾のパラドックスを乗り越えるためにどんな解決策を見つけたのかな。彼が提唱したのは、会計理論だ。この理論について詳しく解説するとこの動画がガチ論理学マニア向けになるからやめておくぜ。超簡単に言えば、そもそも自己言及なんかしてはダメと言って、自己言及のパラドックスを回避するんだ。そんなシンプルな解決策でいいの？もちろん、ラッセルさんはそれを様々な記号や数学の概念を使って示すわけだが、めちゃめちゃざっくりした例えで説明してみるぜ。お願いします。例えば、生物という集合があり、その中に、犬ではない生物の集合があり、その中に、鳥、猫、魚などなどがあるとする。ここまでは良いよな。ふむふむ、なんとなくわかるかな。そして、それぞれの集合に階層をつける。例えば、生物は階層0。犬ではない生物の集合は階層1。鳥、猫、魚などなどは階層2といった具合だ。階層ってレベルみたいな意味？まあ間違ってはないだろう。そして、ラッセルさんの、会計理論ではある集合は、自分よりも高いレベルについてしか真偽を判断しないというルールを決めるわけだ。なんか頭が熱くなってきたよ。もう少し頑張れよ。つまり、同じ階層の集合については真偽を判断しないということだ。さっきの床屋のパラドックスで言えば、村人と床屋の主人ではレベルが違うから。自分より高い階層の、村人を対象にして、髭を剃るか剃らないかを判断するのは OK だが。
そこに自分を含めるのはルール違反ってことだ。あ、なんとなくイメージがつかめる気がする。一番わかりやすい例はさっきの張り紙禁止とか落書き禁止の話だぜ。張り紙の例で言えば、張り紙禁止と書かれた張り紙は、自分自身に対して、張り紙禁止というのはルール違反だし、落書き禁止という字は自らに対しそのルールを向けるのは NG ってことだ。論理学で突き詰めるとめちゃめちゃ複雑みたいだけど、日常では普通にやってそうなことだぜ。なんか難しいことはわからないけど、つまり自分のことを棚にあげるってことかな。例えば、エラーばかりしているのに、よっしゃー、しまっていこうぜって息巻いているキャプテンとか、危険運転しながら、交通安全のお守りつけてたりする人って、自覚してないけど会計理論を実践しているのかな。そこまで単純化したらラッセルさんも泣いちゃうぜ。あと、張り紙禁止の張り紙にしても、論理的にどうかというより単純に、お前が言うなよって突っ込みたくなるよな。そう考えると、日常生活もパラドックスだらけだな。一応ラッセルの会計理論の続きにはゲーデルの、不完全性定理も登場するんだが、今日のところはこのあたりにしておくぜ。ここまで見てくれたパラチューの方は動画の感想をコメントしてくれると嬉しいぜ。いやあ、パラチューも楽じゃないな。1ヶ月分くらい脳を使ったわ。じゃあぜひ他の動画を見て頭を休めてくれよな。おすすめは概要欄に貼っておくぜ。ということでご視聴ありがとうございました。